カリナビットヘフトはドイツベントルプバイ、ハンブルク出身の女子プロテニス選手。これまでに WTA ツアーでシングルス1勝を挙げている。自己最高ランキングはシングルス48位、ダブルス168位。身長176センチメートル、体重68キログラム。右利き、バックハンドストロークは両手打ち。 四大大会では2013年ウィンブルドン選手権で予選を勝ち上がり初出場した。現時点では3回戦進出が最高成績である。2017年10月のルクセンブルク大会でツアー初の決勝に進出した。決勝でモニカ・プイグを6、3、7、5で破り WTA ツアー初優勝を果たした。2018年1月8日付のランキングで 自己最高の48位を記録し、トップ50位を果たしている。W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール回戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン。 p o イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。ありがとうございます。